はい、それではね、コンストラクションシミュレーターの続きをやっていこうと思います。また新しい仕事をやりましょうか。今日はどんな仕事があるんでしょうかね。おこれは大型油圧ショベルがあればできるってやつですね。どれがいいかな。これキャンベルさんの家、運搬3つ。あ、これでも前やったやつと一緒だね。名前が違うだけだな。人の名前が違うだけだ。あ、なんかチュートリアル1個ありますね。この2つチュートリアル一応こなしておきましょうかね。一応やっといた方がいいのかな。今日は安全かつ確実な方法で貨物を積み込み運搬する方法を教えよう。ありがたいですね。よし、 OK。 外にはもう貨物があるしね。相変わらずタメ口です。はい、このチュートリアルでは、黄色でマークされたエリアまでパレットと発電機を運んでもらう。品物を運ぶ前に、平床トラックのクレーンを使って品物を積み込む必要がある。どのように動くかはその時もっと詳しく説明しよう。ああ、確かにちょっと、この荷物を全部黄色でマークされたエリアに運ぶんだね。さあ始めよう。 OK。 よし、確かにこれちょっとね、クレーンちょっと使い方わからなかったんで、黄色線まで移動しよう。これ、こっちバックで入れなくてもいい？バックの方がいいかな。迷ってるうちに、まあ、真正面から入れましょうか。はい、まっすぐ、まあこんなもんですかね。違えた。はい、アウトトリガーって言ったな。どれだ、カメラ分かりやすいやつ、これかな。どれかな、アウトトリガー。これっぽいんだよね。上下これでしょうね、多分ね。で固定できるんですね。よし、これで安定。はい、機能モード変更してクレーンで貨物を積み込もう。もうちょっと向こう。はい、よし、もうちょっと伸ばして下げる。はい、この短くして、手前にどうやって置くんだろうな、これ。ダメだね。でも逆に長いからこの上置けそうだよね、普通にね。ちょっとバランスゲーでもしますか。よしよし、ちょっと慣れてきたよ。だいぶ感覚分かってきた。ただ、一番クレーンの足元に置く方法がどうすればいいかは分かんない。もうちょっと上に上げて、行きましょう。三段積みね。ほ、よし、行けますよ。これ遊べますね。何段積み上げられるか。こう、一応このゲームなんかマルチもできるんですよね。うん、で、だから、積み木崩しとかね、できそうですね。まあ、とりあえず、もう一段ぐらいはいけるんじゃないか。
もうちょっと上に上げて、短くして、おっとっとっと、この辺ね。お、いけましたね。4段ぐらいはいけそう。ちょっと下のやつをもう取りに行くの大変かな。いけるか。ここの隙間に入れないといけない。まあ、いけるか。こんだけアームが伸びるから。よいしょ。なんかカメラが急にアップになったな。なんで引っかかってんのかな、これ。あれ、これ以上持ち上がらないぞ。こうか。さあ。一応、誰に期待されてるわけでもないんですけど、なんとなくね、もう一段いっとけっていう。声が聞こえてきたような気がするんで、もう一度言っときますね。よし。ね。揺れてる、揺れてる。ちょっと待って。揺れてる。もうでもちょっとさ、あと上に、お、あ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 。じゃあ、反対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 。おっ、おっと、よし。もう上に運ぶやつないもんね。ちょっとこっち側通したいんだけど。上に上げて、ひねる。ん？ちょっとこの角度わかんない。どう動いてんのか。こうだね。あと一個これがあるな。これは奥に置いときましょうか。あ、じゃあまだこれもあるわ。1,2,3個、あと3つあるんですね。しまったな。これがちょっと邪魔ですね。そう考えると、これをもうちょっと別の場所にずらすか。こうして、もうちょっと下、もうちょっと下、根元に、うん、また全然下ですね。曲げないといけないのか。これを曲げて、あ、ちょっと横には動かせないよ。横には動かしたか。こうか。これを折りたためばいいか。いける？あ、あ、あ、ってか、これやばいっすね。傾いてるんだ、横。結構際どいな、これ。よいしょ。これは、ちょっと無理かな。あ、いった。これを、左に寄せながら、ああ、ああ意外と結末は早かったですね。やってしまいました。何個あるのかな。 1,2,3,4,5,6,7,8,9 個、9個あるんですね。9個を1回でいけるか。とりあえずこのちょっとオレンジ色の大きいやつから入れちゃいましょう。なんかでもこういう大会とかありそうですよね。あの重機を使って。なんか
ちょっと前っていうかだいぶ前ですけど、なんかあのほこたてとかいう番組ね、もうなくなっちゃいましたけど、なんかそんなんで重機対決みたいなのありましたね。重機を使って綱引きするとかね、なんか俺をなるべく根元に近いところに置きたいんだけど、あ、回転もできるんだったな、忘れたな。めっちゃ微調節できるよね、そしたら。これが一番大きいな、やっぱり。これ発電機かな。うん。これ、でも手前にね、置きたいんだけど、一番。これ以上手前に持ってこれないんだよね。これで引っ張るしかない。おお、ちょっとやりすぎたぞ。やりすぎたけど、もうちょっと戻そう。これぐらいなら、あ、でもちょっとずれたな。傾いた。一回持ち上げて、うん。そうなんですよね。だからこれぐらいが限界なんですね。ちゃんとまっすぐ置こうと思ったら。これ歪んでるもんね、まだちょっと。で、もうちょっと持ち上げないと、まっすぐにできない。まあ、これぐらいでよしとしましょうか、じゃあこれは。よし。で、次、大きいのは取れたな。この隙間になんか乗せれたらいいんですけどね。これかな。オレンジの大きい順に入れていこうか。もうちょっとね、素早く動いてくれてもいいんですけどね、アームね、ちょっと慣れてくるとゆっくりに感じますよね。よいしょ。まあ、微調節するときはその方がいいのかな。よし。これは、どうしようかな。この隙間にちょっと傾け、入らないね。大きさ的に。そっか、全部一気には無理なのかな。積み上げるしかない。あ、これちょっと左右が反対になるからやりにくいな。こう向きで。これに乗ればいいですけどね。ここにうまくピタッと。よいしょ。うん。これ以上いけないな。で、スティックだとね、上下の動きをしようとしてるんですけど、左右もちょっと動いたりとかするんでね、その辺が難しいですね、加減がね。うん、ここには一応乗っかった。あ、はまったな、はまったな。あ溢れた。よし、まあいいわ。でも乗ってるね、これは乗ってるね。うん、まあ物の大きさを考えるとこうなっちゃいますよね。そうか、まあまあいいとしましょうか。ここに乗っければいけそう。よし。これまたちょっとね、あ、頑張ってありがとうございます。キラーマシンさん。いや別に1個ずつね、多分積み込んだらね、いいと思うんですけど、どうせなら9個一気にね、乗せたいなと。無駄なチャレンジをしてます。よし。よし。ちょっと大きい順にね、行きましょう。よしよし。なんか、ねじれてきたな。回ってる回ってる。
この辺ね。まっすぐにして、これぐらい。で、この真ん中にはまればいいですよね、これね、ちょうどね。ここに置けば バランスはまりそうじゃと、おっ、乗った。横向いたけど乗った。よしよしよし。いいよ、いいよ。で、あと、細かいのが、1、2、3、4、5。6個あんの、まだ。いけるかな、これ。これだよね。ちょっと縦長なのが大きいのと。ここでもちょっと隙間あるんだよな、ここにね。どうしようかな。ちょっとこっちから押してみましょうか。したら、もうちょっと緩く乗りそう。ああ、でもちょっと難しいな、これか。曲がらないもんね、ここ。いけるかな。上が当たりそうだよね。よし。伸ばしといて。そうそうそう。お、いいんじゃない？いいんじゃない？ちょっとずらしましたね。あ、まだでも全然ずいける。あー ずれろ。うまくずれろ。あ、やばい、やばい気がする、やばい気がする、やばい気がする。ちょっと荒ぶってる、荒ぶってる、荒ぶってる。あー、やばいな。これはやばいな。どうしよもうちょっと奥に、これをずらして、調節して。いいね。乗せてくれたらいいんです。よし。ちょっと落ち着いた？落ちるかな、これ外したら。あ、乗ったね。乗ったね。よし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 。ちょっと状況が悪化したような気がしないでもないですけど。すごいバランスで乗ってない、これ。これちょっと際どいな。まあまあ、ちょっとこのまま行きましょう。これできる日あるのかな、本当。どれがいけそうかな。これ、まあ、四角いやつから乗せていきましょうか。どうしよう、2段ぐらい積み上げないといけないんで。これね。押して、奥になるからな。どの辺？この辺？ち側に置いちゃいましょうか。この辺ですね。うん。で、落とす。こっからもう落とすしかない。もうちょっと下げるか。もうちょっと下げれるね。あ、これはいけそうか。よし。で、隅っこに詰めてあるし。まあ、これは大丈夫でしょう。よし。もうちょっと上だな。よし。こんなもん。これ乗ってるね。よし。いいよ。これな 詰めなければよかったな。まだ最初に置いた時の方がうまく乗ってましたよね。さ、最後これを、どっちがいいのかな。オレンジの上乗せるか、このこっちの上乗せる。後ろに乗せた方が良さそうですよね。安定しそう。
どうなるか。よし。大きいな、これでも本当。高いんよね。後ろか。ああ、でもな、高くなるんだな。幅が、どっちが大きいの？ちょっとひねっといた方が、こう向きに乗せた方がいいですね。こうね。もうちょっと。こう。よし。で、高さを見て、もうちょっと奥か。よし。で、下げる。いった。もうちょい手前にしときましょうか。よし。よし。とりあえずね、乗りましたね。9個。これもちょっと。際どいですね。これね、落ちそうだよね。もうちょっとだけこれ右に寄せときましょうか。よいしょ。ちょっとだけ浮かして、よいしょ。い、浮いた？だね。よしよし、もうちょい右で下ろす。よし。まあ安定。あら。よし。で、なんかクレーン元に戻すボタンなかった。オッケー、これでいいね。この状態でこっち、あ、ダメか。材木とカラマツがやっぱり引っかかってんの。このね、トリガーを外すのがすっごい怖いですね。まあゆっくりね、ゆっくり戻しますよ。ん？あ、びっくりした。あ、違う。あ、これか。お。このか、これぐらいのカメラでちょっと映して。タイヤをまずゆっくり、一気に行かないでね。お、行ったぞ。行った。乗ってる。よし。いいぞ。で、黄色エリアに運ぶんですよね。マークしたエリアの中へ運搬する。全部そうだね。よし。このままね、じゃあちょっとエンジンはかかってるけど、前に進んでみようと思います。最悪あの中でバラバラバラってこぼれるのはいいですよね。一番、こっち側面だよね。見ときたいのね。ゆっくりスタートしますね。よし。ちょっとビビりすぎですね。ゆっくり行きますよ。お、いけるんじゃない？いけるんじゃない？この、これの、この速度でいけば。時速1キロ。うん。よし。いいぞ。進んでる。確実に進んでる。うん、あ、動いてる。上のやつ動いてる。ちょっと待って。落ちるなよ。途中で落ちるなよ。落ちるなよ。もうまだ黄色じゃないぞ。黄色ゾーンじゃない。まだ落ちていい場所じゃないぞ。よし、いいね。
以上、そのまま、そのまま、そのまま。お、いいぞ。もうちょっと、もうちょっと、もうちょっといったら落ちてもいい。もうちょっといったら。よし、よし。お、いいんじゃないですか。いけるんじゃないですか、これ。もう、あの、ハンドル切れないですね、絶対これ。よし。もう、ぶつかるとこまで行こう。ぶつかるとこまで行こう。行ったね。よし。行けましたね。これで、どうしたらいいかな。もう落としちゃいましょうか。あ、でも、後ろのやつが、落ちちゃうとちょっと厄介だな。まあ、いいか。これをとにかく、この2つだよね。厄介なのね。これ2つも一気に落としちゃいましょう。地味に落ちていったね。はい。1個はだから目的達成されてる。これも落ちるかな。落ちたら、あ、いけましたね。あ、1、2、3、4、5、6、あと7個。はい。ひどい状態ですけど。これ2台を、ちょっともう1回こうして、ね、今度バックで、ここに戻ってきたいんですよ。うん。したら、もっと下ろしやすくなるんで。もうある程度だ。これ、ちょっと待ってね。これだと固定できると思うんですけど。あ、違う。苗が、今度ダメだって。へぇ。一個だけなんですね。でも、正しく乗ってないの。まあいいわ。じゃあ、いい感じですか。ありがとうございます。ね、バックして、一旦バックして、ちょっと待てよ、ちょっと待てよ、止まるときが怖い、止まるときが怖い。そうそうそう。固定されてないんでね、ゆっくりゆっくり。で、バックであそこに行きたいんですよ。よいしょ。なんで、こう向けにしといた方がいいな。ちょっと後ろ見えないですけどね。後ろ見えないのちょっとあかんか。こうしと。ちょっとハンドル切りつつ。いいよ。時速1キロ。もう固定ですね。はいはいはい、いけそうですね。もう あれちゃんと平らに乗ってるやつは大丈夫そうですね。あの急ブレーキとかがなければ落ちることはなさそうですね。よし、うん。で、今度は、どっちに切ったらいいんだ。こっち向きだからこっちですね。左に切りつつバックしていきます。よし、まあ大丈夫そう。そうですね、これで。よしよしよし、いいぞいいぞ。こんな感じで、もういけるかな。よし、もう足してるよね。これ2台を、2台これ持ち上がらないのかな。持ち上がらないやつか。あ、2台ごとガンってやろうと思ったんですけど、まあいいか。じゃあまあバックしてしまいましょう。このまま開いて、
いいでしょ、うまいでしょ、うまいでしょ。クレーン使わずに行きました。これ大きいのはさすがに無理かな、落ちないかな。ちょっと一回止めて、これでしょ。で、こっちの真ん中の方に、もうちょっとこっちか、いけそう。よし、でこうしといて、落ちた？落ちてないね。これは無理か。ちゃんと乗ってるやつはさすがに動かないですね。でバックそこまでスピード出ないか。あ、落ちないね。もうしょうがないな。これはじゃああと2つはクレーンでやりましょうかね。よしよし、これを掴んで、もうね、とことんズボラしていきましょう。落ちろ落ちろ、もう一個も落ちろ。落ちたな。よし、この辺に落としていたらできましたね。素晴らしい出来だ。私が片付けるから、現場から私が片付けるからってなんかちょっと嫌味にも聞こえますけどなかなかのもんだろう。チュートリアル完了しました。ああ、それにほとんど何も壊れてない絶対壊れてるよこれ。おっと、とにかく何も壊さないように気をつけるんだ。常に荷物の固定を忘れず、あまり速く走らないように。はい、いけましたね、実績解除まあ、なんとかクリアしました。レベルも上がりました、はい。よし、報酬はさすがにないのかな、チュートリアルだったから。はい、終わりましたね、無事。やった、ありがとうございます。じゃあ、まあ今日のところはね、これで、終わりにしておきます。またね、次回続きやっていきますので、よかったら見てください。では、お疲れ様でした。